こんにちは、ゆっくり霊夢です。こんにちは、ゆっくり魔理沙です。突然だけど、シーラカンスって知ってるか？知ってるよ、深いところに住んでいる古代魚だよね。シーラカンスは、約4億年前に地球上に生息していたと考えられている魚だぜ。長い間、シーラカンスの仲間は数千万年前に、恐竜と一緒に絶滅したと考えられていたんだ。しかし、1983年に、なんと生きているシーラカンスが、南アフリカで発見されて、生物学上での大発見となったんだ。恐竜と一緒に絶滅したはずなのに生きているのが見つかったって、それは本当にびっくりするね。当時は大ニュースだったんだぜ。見つかっただけでも大発見だけど、さらにシーラカンスは、脊椎動物が水中から陸に進出する。つまり、魚が両生類に進化する過程の間の生態を持っていたんだ。魚と両生類の間ってこと？なんだかよくわからないけど、どういうこと？進化の過程の途中にある生き物だということだぜ。つまり、シーラカンスを研究することで、生き物の進化や生態について、多くの謎が解明されるのではないかと期待が寄せられているんだ。なるほど、生き物がどうやって進化してきたのか、そのヒントがたくさん詰まっている魚なんだね。現在も調査研究は進み、生きたシーラカンスが泳いでいる映像なども撮影されているんだ。今回は、そんなシーラカンスの謎に迫っていくぜ。それでは、ゆっくりしていってねー。シーラカンス発見の物語。まずは、生きたシーラカンスが発見された時のお話をするぜ。発見当時の様子は、すごく細かく記録が残っているんだ。一大ニュースだったんだもんね。じゃあ、これから発見当時の物語をお話しするから、当時の様子を想像してほしいんだぜ。了解。シーラカンスが最初に発見されたのは、1938年。南アフリカ共和国の喜望峰に近いインド洋に面した田舎町、イーストロンドンというところだったんだ。イーストロンドンには、小さな博物館があり、そこに、マージョリー・コートネイ・ラティマーという女性の学芸員がいて、この博物館は建設されたばかりで、あまり資金がなかったため、ラティマーは近所のトロール船の船長に、何か面白い魚が取れたら教えてくださいと声をかけ、面白い魚が取れれば博物館の展示物にされていたんだ。ふむふむ。1938年12月22日の朝、トロール船の船長から、いつものように魚が取れたという連絡があり、ラティマーは波止場に魚を見に行ったんだ。すると、そこにはおなじみのサメの仲間が多く打ち上がっており、その奥に、大きな鱗で覆われた奇妙な青い魚を見つけたということだ。もしやその奇妙な魚とは？イーストロンドン南西 30km、沖合 4km、水深は約 70m のところで取れた魚で、30年漁をしているトロール船の船長も、初めて見る魚だったんだ。ヒレはまるで動物の手足のようにも見えるし、大きなトカゲのようにも見える。なんとも奇妙な体をしていたんだ。早くも胸圧展開か。ラティマーは、これは珍しい魚に違いないと考え、その場でスケッチを描き、大きさと重さを測った後に博物館へと運んだ。ラティマーは、すぐにその魚の胴体を、南アフリカにあるローズ大学のスミス博士に依頼したら、スミス博士は、ラティマーが描いたスケッチを初めて見たとき、頭をガーンと殴られたような感じがしたと書き記しているんだぜ。それだけ、衝撃的な発見だったんだね。それもそのはず、そこに描かれていたのは、数千万年以上も前に絶滅したはずの古代の魚だったんだ。その後、実際にその魚を目にしたスミス博士は、シーラカンスの一種であることを確信し、後にこの奇妙な魚は、発見者であるラティマーの名前と、取れた川の名前にちなんで、ラティメリア・カルムナエという学名が付けられたということだぜ。うわぁ、なんだか、発見したラティマーさんの立場になってお話を聞いていたら、ドキドキしてきちゃった。このラティマーさんも、たまたまお願いしたトロール船でシーラカンスが取れたわけだから、さぞかしびっくりしただろうぜ。それに、ラティマーさんが、珍しい魚だという判断をすぐにしていなかったら、シーラカンスは発見されていなかったかもしれないし、すぐに腐ってしまって、学術的なデータが残せなかったかもしれないんだ。なるほど。ラティマーさん、ナイス。本当にそうだぜ。じゃあ、次は2匹目を探すスミス博士の物語だ。ワクワク。スミス博士頑張れー。ラティマーによって1匹目のシーラカンスが発見された後、スミス博士は2匹目のシーラカンスを探し始めたんだけど、なかなか見つからなかったんだ。そこで、スミス博士はシーラカンスに懸賞金をかけ、発見者からの情報を広く集めることにしたんだぜ。懸賞金。すると、1952年に、ついに2匹目のシーラカンスが見つかったんだ。
見つかったのは、アフリカ大陸の東側に浮かぶ、小さなコモロ諸島という島だ。そしてなんと、コモロ諸島では、シーラカンスは昔から、ゴンベッサと呼ばれ、年に何度か釣れることもあったということがわかったんだ。すごい話。懸賞金をかけたスミス博士のチラシを見たエリック・ハントという商人が、現地で情報を集め、釣り上げた漁師を見つける。しかし、当時、コモロ諸島はフランスの領土だったため、南アフリカにいるスミス博士は、簡単にコモロ諸島に行くことができなかったんだ。そこで、スミス博士はシーラカンスの研究の重要性を説明し、直接当時の首相に頼み込み、なんと政府の軍用機を使ってシーラカンスを取りに行ったんだぜ。なんという情熱、胸熱だぜ。当初、このシーラカンスは、最初に見つかったシーラカンスとは別種とされ、スミス博士は、軍用機を手配してくれたマラン首相への感謝の気持ちから、マラニア・アンジュアナへと名付けられたんだけど、後にこれは最初に見つかったシーラカンスと同じ種類であったことが明らかになったんだ。その後コモロ諸島では、200匹を超えるシーラカンスが捕獲され、様々な研究が行われているぜ。スミス博士、2匹目を見つけることができたんだね。でも、コモロ諸島では昔からシーラカンスが取れていたっていうことだよね。みんな重要な魚だって知らなかっただけだったんだ。しかも、政府の軍用機を使って運ぶって、すごいね。お礼の意味も兼ねて、学名にも首相の名前を入れたんだね。その後、インドネシアでもシーラカンスが捕獲されたんだ。次はインドネシアのお話だぜ。インドネシアでも？今度は違う種類のシーラカンスかな？ワクヤン。1997年、インドネシアで生物学の研究をしていた、マーク・アードマンという研究者が、インドネシアのスラウェシ島の北部にある、マドナというところに新婚旅行に行ったんだ。たまたま魚市場を見学していたところ、大きな台車に乗せられた奇妙な青い魚を見つけた。なんと、それはシーラカンスだったということだぜ。本当に偶然だったんだね。ただ、その時のシーラカンスは、市場の人により切り身にされて売られてしまったんだ。だけど、アードマンはその後1年かけて再びシーラカンスを探し、1998年に、マナドの北側に位置するマナドープアという島で、発見した。発見当初、なんとそのシーラカンスはまだ生きていたということだぜ。生きてたの？すごい発見だ。そこで、アードマンは、生きているシーラカンスが泳いでいる映像を撮ろうと、シーラカンスと一緒に海に潜り写真を撮ったんだ。このシーラカンスは、後に、南アフリカで発見されたシーラカンスとは別種であることがわかり、見つかったマナドの地名から取り、ライメリアメナドエンシスと名付けられたということだぜ。すごい新婚旅行だね。本人たちもびっくりだっただろうぜ。でも、生物学者である、アードマンさんだったからこそ、シーラカンスだってわかったんだろうな。実際、現地の市場の人たちはためらいもなく切り刻んで売ってしまったわけだからね。切り刻まれて売られちゃうなんて、きっとその時アードマンさんは絶望だったんだろうな。でも、そこからもう一回探して見つけるなんてすごいね。よっぽど悔しかったのかもしれないね。しかも生きているシーラカンスを見つけたんだから、すごい発見だぜ。このように、シーラカンスの発見には様々な物語があるんだ。最初のシーラカンスは偶然にして見つかり、その後のシーラカンスの発見につながっているということだぜ。これまでもきっと、数々のシーラカンスが捕獲されていたんだろうけど、みんなシーラカンスだなんて思わなかったんだろうな。そっか。知らないって怖いね。シーラカンスの体の特徴。今度は、シーラカンスの体の解説をするぜ。シーラカンスの体には、ユニークな特徴があるんだ。まず一つ目は、ヒレの形だ。一般的な魚は、体から直接ヒレが出ている。それに対して、シーラカンスのヒレは、根本が柄のように太くなっているんだ。確かに、普通の魚とは違うね。このようなヒレを、肉鰭、と言うんだ。この肉鰭を持つ魚は、古代にはたくさんいたんだけど、現在生きている魚の中では、ハイヨの仲間とシーラカンスだけしか知られていないんだ。古代魚の特徴でもあるってことか。その通りだぜ。そして、肉鰭の中には骨格があり、筋肉がついているんだ。これは、アザラシやアシカなど、四足動物の前足と起源が同じと言われている。つまり、シーラカンスは、四足動物に最も近い魚類とも言えるんだぜ。さすが生きた化石、進化の途中にあるからっていうことだね。また、シーラカンスには全部で10枚のヒレがあるんだ。10枚？普通の魚より多いね。この、ヒレの数が多いのもシーラカンスの特徴だ。胸びれと腹びれが2枚ずつ、第1背びれと、肉鰭になった第2背びれ、第1尻びれと肉鰭になった第2尻びれ。そして、尾のように見えるヒレは、実は3つに分かれているんだ。
通常泳いでいる時は、ボートを漕ぐようなイメージでヒレを回転させながらバランスをとって泳いでいるんだぜ。ヒレの動かし方もなんだか独特だね。泳いでいるというよりかは、その場に留まるようなイメージの泳ぎ方をしているんだぜ。二つ目の特徴は、硬い鱗だ。確かにシーラカンスってすっごく硬そうだね。魚の鱗は、皮膚の一部が変化してできたもので、体の表面を覆い、体を保護する役割をしているんだ。サメやエイのようにとても小さい鱗を持つ魚もいれば、ピラルクのように大きな鱗を持つ魚もいるぜ。シーラカンスの鱗は、分厚くしっかりとした構造をしている。こうした硬い鱗を持っているという特徴は、初期の甲骨魚類によく見られる特徴だから、鱗からもシーラカンスが原始的な特徴を持っていることがわかるんだ。原始的な魚の方が鱗が硬いんだね。硬い鱗を持つピラルクも、古代魚って言われたりするもんね。納得。三つ目の特徴は、背骨だぜ。背骨？シーラカンスは、体の骨が甲骨という硬い骨でできている、甲骨魚類の仲間だ。でも、肉器の骨の部分だけ、軟骨という柔らかい骨でできているんだ。さっき独特な泳ぎ方をするって話をしたけど、その動きがしやすいように軟骨になっているんじゃないかとも言われているぜ。なるほど。そして、多くの甲骨魚類には背骨があるんだ。魚を食べるとき、背骨はあるでしょ？でも、シーラカンスには背骨がないんだ。そうなの？あんなに大きくてしっかりした体なのに、背骨がないの？じゃあ、どうやって体を支えているんだろう？とっても不思議なんだぜ。背骨の代わりに、脊柱と呼ばれる一本の、しっかりした管状の組織の中に液体が詰まった管のようなものがあるんだ。この管は、軟骨と弾力のある組織でできていて、柔軟な構造になっているんだ。この背骨ではなく脊柱で体を支えているというのは、大昔の肉器を持つ魚の最大の特徴だぜ。おそらく、進化の過程で背骨を獲得する前の特徴が残っているということなんじゃないかな。また、シーラカンスは、肋骨もないんだ。そうなんだ。これも、シーラカンスが大昔から姿形を変えていないっていうことにつながるんだね。そういうことだ。四つ目の特徴は、繁殖についてだぜ。シーラカンスの繁殖、知りたい。捕獲されたシーラカンスを解剖すると、お腹の中に発生途中の赤ちゃんが見つかることがあるんだ。赤ちゃん、魚って卵を産むんじゃないの？魚は卵を産むことがほとんどだけど、赤ちゃんを産む魚もいるんだ。シーラカンスも、卵ではなく子供を産む魚なんだぜ。そうなんだ。でも、人間と同じように、へその親胎盤を通してお腹の中で赤ちゃんを育てているわけではなくて、お腹の中で卵を孵化させるという仕組みを持っている。このような魚を、胎生魚と言うんだ。シーラカンス以外だと、淡水魚のカダヤシの仲間の、ハイランドカープという種類が有名だ。胎生魚は、オスよりもメスの方が大きい場合が多く、シーラカンスもメスの方が大きいことが知られている。お腹の中で赤ちゃんを育てるから大きいのかな？そうかもしれないな。シーラカンスは、オスは 1.3 から 1.4 メートル程度なんだけど、メスでは2メートルの個体も見つかっているんだ。一度に産む子供の数は体の大きさによっても異なるけど、26匹の赤ちゃんが入っていたという例もある。この赤ちゃんは、卵黄がほとんど吸収され、ほとんど大人と同じ形をした、生まれる直前だったと言われているんだ。その時にはすでに30センチ程度の大きさになっていたことから、シーラカンスの赤ちゃんは、生まれた時にすでに30センチ程度あるということがわかっているんだぜ。魚の赤ちゃんって、生まれたばっかりの時は数ミリくらいのすごく小さいイメージだけど、シーラカンスの赤ちゃんは30センチもあるんだ。びっくり。魚の赤ちゃんとしてはかなり大きいぜ。そして、2009年にはインドネシアで初めてシーラカンスの稚魚が泳いでいるところが撮影されている。この稚魚のサイズも30センチ程度で、おそらく生まれて間もない個体だったと考えられているんだ。その映像見てみたい。でもさ、30センチまで成長してから出てくるってことは、結構長くお腹の中にいるのかな？人間は10月10日とかって言われるけど、シーラカンスはどうなんだろう？いい質問だぜ。シーラカンスの赤ちゃんは、鱗の研究から、お腹の中で2年ほど過ごすのではないかと考えられているんだ。しかし、詳しい繁殖生態については分かっていないことが多いんだ。これからどんどん研究が進んで判明していくといいね。シーラカンスが住んでいるところ。次は、シーラカンスがどんなところに住んでいるのかを解説するぜ。シーラカンスって深海魚でしょ？深海にいるんじゃないの？おそらく多くの人がそういうイメージがあると思うんだぜ。確かに、深い海に住んでいることは間違いない。だけど、実は深海魚と言い切ることは難しい魚なんだ。深海魚じゃないの？
一般的に、深海とは、水深200メートルよりも深いところを言うんだ。シーラカンスが住んでいるのは、150メートル程度の水深から、もう少し深いところになるから、深海とは言わない深さ、または深海の入り口と言えるんだ。なるほど。深海っていう定義にはギリギリ当てはまらないんだね。そういうことだぜ。シーラカンスが住んでいるこの深度の海は、水温はだいたい11度程度ということがわかっている。深い海の水温は、基本的に日本周辺の海でもほとんど変わらないんだ。海の中ってちょっと潜ったら寒くなるようなイメージだけど、どこも11度くらいなのかな？それぐらいだぜ。海の水温差は、深ければ深いほど低くなっていくようなイメージだけど、実はそうでもないんだ。海の中の水はいくつかの層になっていて、層と層の水温差はあるものの、その層の中では大きな力が働かない限りかき混ぜられることはないから、ちょっとずつ水温が下がるというよりかは、数十メートルごとに水温が下がっていくんだ。数十メートルってことは、結構分厚い層になっているんだね。じゃあ、太陽の光はどのくらいまで届いているんだろう？明るさについては、水深が深くなればなるほど暗くなっていくぜ。深海と言われる水深200メートルにもなると、ほとんど真っ暗になるけど、水深100メートル程度までは、太陽の光が届いているんだ。100メートルでも、太陽の光ってすごいんだね。シーラカンスが住む、水深150から200メートルでは、ライトをつけなくても水中ロボットのカメラがうっすらと岩影を撮影できる程度の明かりがある。水深130メートルにもなればだいぶ明るくて、シーラカンスが潜む崖を上から眺めるような映像も撮ることができるみたいだ。シーラカンスって、真っ暗な深海に潜んでいるイメージがあったけど、意外と明るいところにいるんだね。シーラカンスは食べられるのか？今度は少し視点を変えて、シーラカンスを食べることはできるのか？果たして美味しいのか？という話をするぜ。え？食べるって、人間がってこと？そうだよ。気にならないか？気になる。1982年、日本にシーラカンスの冷凍標本が送られたんだ。この標本は、保存状態が非常に良かったため、解剖をする際に試食をしたらしいぜ。びっくり。ちょっと勇気がいるよね。シーラカンスの体は、肉器の根本の部分の筋肉はよく発達しているけど、それ以外の筋肉は肉質が緩く、筋繊維はわずかしかないんだ。そして筋繊維の間には膜が発達しているから、食感としては筋が多くて水っぽい感じがするみたいなんだ。確かに深いところに住んでいる魚ってあんまり美味しそうなイメージがないな。ということで、刺身を食べる習慣のある日本人にとっては、あまり美味しい魚ではなかったみたいだぜ。あれ、でもさ、発見時の物語で、実は釣り人の間ではよく釣れる魚だったって言ってなかったっけ？ってことは、食べられていたんじゃないの？その通りだぜ。インドネシアでシーラカンスを釣った漁師の話では、美味しい魚だという声もあったみたいだ。インドネシアでは、日本のように生で魚を食べる習慣がなく、様々なスパイスを使用して煮込む料理が多いんだ。おそらくシーラカンスも、このようにして食べられたんじゃないかな。となると、シーラカンスの味というよりも、スパイスなどの調味料の味付けの問題かもしれないぜ。日本みたいにお刺身にするには向いてないよってことなのか。シーラカンスは水深200メートル程度の深いところに住んでいる。深いところにいる魚は、浮き袋の中に空気ではなく油が詰まっているんだ。この油は、人間には消化できない油であるため、たくさん食べてしまうと下痢になってしまう場合があるんだぜ。シーラカンスをたくさん食べる機会はまずないと思うけど、バラムツやアブラボウズといった魚にも同じことが言えるから、もし食べる機会があれば、たくさん食べすぎないように気をつける必要があるぜ。なかなかそういう機会はないかもしれないけど、一応覚えておくよ。シーラカンスの進化。次は、シーラカンスを語る上で欠かせない、生き物の進化の話をするぜ。待ってました。シーラカンスは生きた化石と呼ばれることがあるのは最初に話した通りだ。では、それは一体どういう意味なのかということだぜ。一般的に、多くの生き物は進化を遂げて現代に生き残っているんだ。人間もそのうちの一つだ。人間も、昔はチンパンジーみたいな感じだったんでしょ？そういうことだぜ。シーラカンスは、その進化のスピードがとても遅いと考えられている。約3500万年前に分かれたアフリカシーラカンスとインドネシアシーラカンスの外見は、ほとんど同じなんだけど、同じ時期に分かれたとされている猿と人との違いは、今となっては一目瞭然だ。そう言われてみるとそれってすごいことだね。また、現在化石として見つかっている、すでに絶滅しているシーラカンスの仲間と、現在生き残っているシーラカンスを比べても、体の作りはほとんど変わっていないんだ。それもびっくりだね。
このように、昔地球上に多く生息していた生き物が、ほとんど姿形を変えないまま現在まで生き残っているものを、生きた化石と呼ぶんだ。シーラカンスの他にも、オウムガイやカブトガニが生きた化石として知られているぜ。ちなみに、現在知られている、最も古いシーラカンス仲間の化石は、中国にある約4億年前の地層から見つかった、ユーポロステウスユンナンエンシスというシーラカンスの仲間なんだけど、これも、現在生き残っているシーラカンスと基本的な体の構造はほとんど変わっていなくて、共通の特徴を持っているんだ。つまり、現在生き残っているシーラカンスは、約4億年前からほとんど姿形を変えずに生き残っているということになるんだ。4億年前、なんだか想像もつかないや。また、シーラカンスは、人を含めた哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類など、4本足を持つ4足動物と共通の祖先を持っているんだ。最新の遺伝子を使った研究においても、様々なことがわかっているんだぜ。何がわかっているの？まず一つは、足やヒレを作る遺伝子について、シーラカンスには、4足動物にはあって、魚類にはない共通の遺伝子があるんだけど、魚類のヒレの中に見られるタンパク質を作る遺伝子が、シーラカンスにはある。この遺伝子は、4足動物にはないんだぜ。つまり、4足動物にしかないはずの特徴もあるし、魚にしかない特徴もある両方の特徴を持っているってことだよね。そういうことだぜ。次は嗅覚の遺伝子だぜ。水中にいる魚類は、水に溶け込んだ匂いを感じる組織を作る遺伝子を持っているんだ。そして、陸上で生活する4足動物は、空気中の匂いを感じる組織を作る遺伝子を持っている。シーラカンスの嗅覚の遺伝子は、この両方の遺伝子を持っていることが分かったんだ。すごい、遺伝子解析でも、シーラカンスは、4足動物と魚類の両方の特徴を持っていることが分かったっていうことだね。本当に進化の過程にある魚だったんだね。とっても興味深い魚だぜ。このように、シーラカンスを調べるということは、私たち人間を含む、他の生き物たちがどのように進化し、また、どのように魚類が陸に上がるように進化したのか、といったことを解明することにつながるんだ。シーラカンスはなぜ生き残ることができたのか？でもさ、多くの生き物が絶滅してしまったのに、なんでシーラカンスは生き延びることができたんだろう？それはすごく気になるところだぜ。シーラカンスが繁栄していたと考えられる時代に生きていた脊椎動物の多くは、すでに絶滅して、時代が変化するごとにどんどん新しい魚類が現れ、古いタイプの魚類と交代されていっているんだ。そんな中、シーラカンスが、ほとんど姿形を変えることなく今まで生き延びてこれたのは不思議だぜ。なんでなんだろう？それは、数々の偶然と、そして必然の組み合わせであったと考えられているぜ。まず一つ目は、深い海に適応したことだ。現在生きているシーラカンスは、敵の活動が多い昼間は深い場所に潜り、夜になると上層部に移動して、餌を探しているんだ。そして、体は140センチ程度もあり、非常に硬い鱗で覆われている。また、子供は卵ではなく、すでに30センチ程度まで、大きくなった状態で生まれてくることもさっき解説した通りだぜ。これらの特徴は、外敵から襲われるリスクはかなり軽減できていると考えられるんだ。確かに、今いる他の魚と比べても、すっごく強そう。また、現在の情報では、シーラカンスは水深200メートル付近で、群れになって海底の洞窟の中にいることがあるみたいなんだ。シーラカンスの体の色は、海の中の薄暗い環境に適応していると考えられている。濃い青の体に白色の斑紋がある体色は、薄暗い海の中の洞窟にうまくカモフラージュされているんだ。なるほど、あの体の色はそういう意味があったんだね。そして、基本的にあまり泳ぎ回らず、目の前に来た餌を捕らえるため、外敵からも見つかりにくかったんだろうと思うんだぜ。シーラカンスの仲間は、世界中に広く分布していたけど、中生代の終わりに姿を消した時に、たまたま小諸諸島の海中洞窟が水深200メートル付近に発達していて、たまたまその環境に適応することができたシーラカンスが、現在まで生き延びていると考えられているぜ。いろいろな偶然が重なって、生き延びることができたんだね。シーラカンスと日本の関わり。シーラカンスの発見場所は、アフリカとかインドネシアだけど、日本でも調査はされているの？日本でも、積極的に調査が進んでいるぜ。今生きているシーラカンスの標本が初めて日本にやってきたのは、1967年のことだ。この標本は、腐らないようにすでにホルマリンで固定されていて、空輸されて神奈川県多摩区にある読売ランドの水族館に運ばれたんだ。
全長 1.5 メートルの成熟したメスで、直径3センチ程度の卵巣が複数取り出されたんだ。解剖後再度ホルマリンにつけられ、読売ランド水族館で展示されていたんだけど、現在は山口県にある下関水族館で展示されているぜ。今も見ることができるんだ、見てみたい。その後も数回にわたり日本にシーラカンスの標本が輸送され、解剖が行われているぜ。それらの標本は、環境水族館アクアマリン福島、京急油壺マリンパーク、国立科学博物館、沼津深み水族館などで見ることができる。日本でもいろんなところでシーラカンスの標本が保管されているんだね。中でも、環境水族館アクアマリン福島は、シーラカンスの研究に開館当初から力を入れていて、2006年には日本の調査隊として初めて、インドネシアのスラウェシ島近海で、世界では2例目となるシーラカンスの水中映像の撮影に成功しているんだ。また、2009年には、初めてシーラカンスの幼魚の撮影にも成功している。日本人が初めて幼魚の撮影をしたんだ、すごいね。このように、日本の研究チームも積極的に調査を行っているんだぜ。まとめ。これまでいろいろなシーラカンスの解説をしたけど、シーラカンスの情報が明らかになってきているのは、最近になってからのことが多いんだ。現在、アフリカとインドネシアでシーラカンスが発見されているけど、今後はさらに調査範囲が広がり、新たな生息域が発見される可能性は十分にあり得ると思うぜ。そして、その個体群や生態、繁殖についても、積極的に調査がされている。保護についても、瀕死の状態のシーラカンスのレスキューや、生息域の保全といった活動がされているんだ。長い歴史で見たら、まだまだ研究は始まったばかりだね。シーラカンスの体を解剖し、研究を進めることは、今は化石しか残っていない他の生き物について調べるにあたって、機能や構造を推測するために非常に重要なんだ。シーラカンスを解明することは、他の生き物や私たち人間の進化を解明することにもつながるんだぜ。シーラカンスには進化の謎がたくさん詰まっているんだね。私たち人間の進化のヒントも隠されているなんて、なんだかワクワクしてきちゃうよ。シーラカンスには、ロマンがたくさん詰まっているぜ。これから先、どんどん研究が進み、新しい大発見があるかもしれない。ということで、今回の動画は以上だぜ。この動画が面白かったらチャンネル登録とグッドボタンをポチしてくれたらとっても嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。